ファッションモデルでタレントの誰逃れ明美が19日自身の X を更新し、自身の学生時代を振り返った。18日に制服を着たショットを公開すると、学生時代ずっと学級委員長やってましたと明かした誰逃れ。するとファンから引用リツイートで、冷静に考えろ、こんな飛び抜けた女子いたら男子は争奪戦でいきり合うし、女子は彼女をいじめ抜くだろうし、でろくなことにならない気がするぜと、誰逃れのビジュアルに対するコメントが届けられた。この経験をきっといじめた側は忘れてるだろうし、親になって自分の子供がいじめられたらすごい怒るんだろうなって思ってる。としながらも、その時のいじめを乗り越えられたから今少し強くなった自分がいるから感謝はしてるよ。でも来世では絶対同じ学校になりたくないですと綴った。